ルール、自分の首輪の後ろに現れたマークを当てましょう。ただし、自分ではマークを見ることができません。見えない。制限時間は1時間。終了5分前に各自独房の中に入って自分のマークを答えてください。 正しいマークが答えられなければゲームオーバー。制限時間がゼロになった時点で首輪が爆発し死亡します。そして首輪のマークはターンごとに変化します。でもこれ要するに誰かに教えてもらえばいいってことでしょ。簡単ですね。どうかな、まだクリア条件聞いてないからね。 この独房はいかに相手を信頼できるかのゲームです。そして皆さんの中には対戦相手であるハートのジャックがすでに潜んでいます。ほら来た。この中にハートのジャックが。クリア条件。 1時間ごとにこれを繰り返し、参加者の中に潜んでいるハートのジャックがゲームオーバーになった時点でゲームクリア。禁止事項、反射物などでマークを感認すること、また暴力や武器で他人を殺害すること。つまりジャックが答えを間違えて死なない限り終わらないってこと。 ってことは要するにジャックに嘘を教えないとゲームクリアできない。制限時間は無期限。無期限？食料は十分用意してあります。え？このゲームに参加中ビザの残り日数は減りません。 嘘をつきまくってジャックの容疑者を殺しまくらないといつまでたっても独房から出られない。無期懲役だね。それではゲームスタート。